今から行くところです。これから王宮に入って、これから王宮前の庭園に行きます。はい、ちょっと待って、だいぶこの辺がいいね、あんまり顔大きくなっちゃうからね。はい、それではここシンメトリーの 宮殿の庭です。ここは本来、お客様が来た時に公開していたとこだそうです。うん、宮殿に入らないとこの庭は見れなかったって説明されてました。私の記憶が間違いなければですけど。はい、でずっと宮殿があります。先ほどこの辺りからこのお庭を見ました。東京ドーム何個分、23個分って言ったら違うか。レイヤーとガイドの話全然聞いてないです。私もね、その時覚えてるんですぐ忘れちゃうんですよね。はい、その像、噴水？像、うん、像さん噴水？あなた撮んなかった？私が撮っていい？はい、で最後に赤いぼっちをして、はい、ノーベル賞授賞式の舞踏会などが行われる、視聴者は前に来ましたけど、そこに、そこの前庭に大島桜が咲いてます。ありがとうございます。これから視聴者に入ります。これから視聴者に入ります。ですね、視聴者の中央広場に、中央の場所にいます、彼は、授賞式の準備のために今ここに立っております。もうじきここで、舞踏会があるそうですが、この格好では舞踏会は無理でしょう。上の方こんな感じです。はい、では早くノーベル賞取れるように楽しみにしています。ノーベル賞の何だっけ、舞踏会じゃなくて晩餐会の行われる会場です。ノーベル賞の晩餐会の2番で受賞者の、スピーチはここで行われるんだそうです。大隈講堂はここを真似して作られたんだそうです。受賞者はこの階段を降りてきて、ここに立って、演説をするんだそうです。私もやるぞ。受賞者はこの階段を降りてここで、スピーチをします。そしてここで晩餐会が行われるんだそうです。市民会の会場です。視聴者の塔の真下に来てます。
庁舎のすぐ下に綺麗な湖が広がっています。素敵な宿だな。この黄金の間で受賞ノーベル賞受賞者の舞踏会が行われるんだそうです。じゃなくてノベールの肖像です。晩餐会に出される食器だそうです。全部スウェーデン製にこだわったんだそうです。1990年代の記念行事の時には日本の新潟の津波山頂の方に依頼したそうです。はい、ノーベル賞の晩餐会で使用されるテーブルウェア一式です。そうなんだ、楽だ。あ、そこが音ってなんだ。視聴者の中庭ですか。ですね。視聴者の前という横はすぐ湖になってます。素敵なとこだな。はい、そこでまた私のあれを撮ってもらいます。タッチしたら犯罪だけど、でもいいや、しょうがない、年寄りだから我慢してあげよう。